ポニー大好きや。俺も君が好きだよ。ミスジェットシーカートニーだ。アキネーターというアプリをご存知ですか？こちらのアプリなんですけれども、ランプのジーニーみたいなやつ。どういったアプリかと言いますと、キャラクターだったり人物思い浮かべてるものをこのランプのおっさんが当てるというアプリなんですよ。そこで私本日やりたい検証、アキネーターでトニーを想像したら当てられるのか。ブレイキングダウンのトニーに今回絞ろうかと。さすがに YouTuber のトニーヒットしないでしょ、さすがにね。ただブレイキングダウンのトニーだったらワンチャン出てくるんじゃね。果たして当てられるのか、検証やっていきたいと思います。一緒じゃん。さあ行くぞ。ドキドキやね。私にチャレンジ。君の心の中を読んでみます。わかるんかお前は。1問目、実際に存在する、はい、 YouTuber。え、もう当てられたよ。怖っ。こいつ俺のこと見えてる？人工衛星かなんかで俺見てる？女性？いいえ。何人かのグループ？いいえ。マイクラ実況してますか？いいえ。ゲーム実況者？ああ、いや、いいえやね。もう考えよう考えよう。怖っ、このおっさん。めっちゃ感銘してくれよ。ひらがなですか？ひらがなではない。いいえ。食べていることが多いですか？いえいえ。たまにあげたりします。年齢は20代ですか？めっちゃ考えてるよ。20代、はい。スポーツに関係がある。これ、ブレイキングダウントニーとして入力すれば、格闘技、まあ、スポーツ。対応してみる。ガチ？もう来た？これハイにした方がいいね。ブレイキングダウントニーなら。一応、ハイをしてみる。フルネームが8文字以上ある。いや、ない。誰と間違えて、タトゥーを入れてますか？いや、入れてない、入れてない。僕、タトゥー入ってないんで入れずに。兄弟で YouTuber。絶対、朝倉みくるさんと間違えてるやん。違います。背が高い。まあまあまあ、高くはない。エドポロキングとかと間違えたんやない。フルネームがアルファベット。いや、アルファベットではないよ。家にしとくか。考えよう考えよう。この手腹立つな。王者で、王者ですかってかっこいい。王者ではない。いいえ。頭文字が H で始まる。いや、始まらない。質問19問目まで来てますから。プロの選手。いえいえ、プロじゃない、プロじゃない。武器を持った10人を相手にした。10人2機やないか。でもさ、この質問してる時点で、このおっさん、ブレイキングダウンまで来てね。絶対絞ってるよね、そこまで。リングで戦うスポーツですか？もう絶対ブレイキングダウンまで絞ってるわ。怖っ。一人で活動していますか？あるぞ、これ。はい。え、マジで出るんちゃうとかに。ブレイキングダウンに出場していますか？はい。あだ名が有名ですか？はい。トニーやもんね、あだ名。おー、違う。頭文字が K で始まりますか？いいえ。ヒゲは生やしてません。サングラスをよくしていますか？おっしゃったもんね、ブレイキングダウン。はい、押してみようか。起きて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 誰が年添え別名、トルネード。別名、トルネード。じゃねえよ。歳三ちゃうわ。惜しくねえでも。ブレイキングダウンの歳三出るんや、逆に。続けますか？あ、まだいける。はい。フルネーム6文字ですか？いいえ。3人組？いいえ。黒髪？黒髪？黒髪やねん。はい。ラッパー？いいえ。警察のお世話になる。言い方。まあ、昔やけどね。オーディションではそのことは話してないんで、いいえかな。髪は金髪。まあまあ、ここだけ金髪っすけど。サングラスかけてます。はい。サングラスが特徴ですか？あ、まあまあまあ、特徴ではあったよね。ん？トルネード。別名トルネード。ちょっとヒカキンさん検索してみていいですか？こいつもしかしたら何も当たれんのかもしれない。 YouTuber いきなり。はい。男性。はい。いいえ。マイクラの実況多分やったよね。ゲームメガネをかけてます。うん。一応結婚しましたね。はいはい。政権に関係があります。え、もう来たんやね。猫を飼っているその方には顔がありますか？当たり前や。何と間違えた？怖いよ。人を蓋…え、何？マジ怖いっちゃう。鳥肌立った今。優しいおじいさん。おじいさんちゃうわ。文房具 YouTuber。 わからん。せないと思うけど。はい。もう一人しかおらん。首輪だけ。追悼って怖いよ。関西天王寺組に所属。何？ヤクザと間違えてる？ココイチが好き。知らない。そんなマイナーなこと聞かれても。おお。合ってるけど、何この写真？ヒカキンゲームズに出てくるマイクラのキャラ。人物のヒカキンじゃなくて、ヒカキンゲームズに出てくるマイクラのキャラの中のマイクラとコラボしたヒカキンさんが出てきた。アキネーターすご。